いいよいよ噴火しますねそれはどこからの情報というか、神の声です, <laughs> そうなんですか <laughs> いやじゃなくて、ですね、えー、これは本当にもう噴火する、えー、もうこれ、いろんな専門家、学者の先生方がね、富士山はもういつ噴火してもおかしくないと、もうもはやスタンバイ状態に入ったと,、はい、という話なんですよ。でなぜかというと、えー、これ、根拠があって、3.11があったじゃないですか、はい、はい、ありましたねあのその日後に富士山の地下で巨大な地震があったんですよ。 マグジュアル7ぐらいの。はい、あのだからその地元の人は結構家壊れてるんですよ。えー、だただもう3.1時の方がもう津波のほうでニュースが止、ね、ま,まりにのはい。